はい、今日は石田議員のレベル4のストーリー見ていきたいと思います。なんかこの4人の話前もあった気がするんだけど。わしら4人だけスペシャルトレーニングをやると聞いたが。パワー系集まってるよね。一体どんなことをするんだろうね。パワー系が集まってる気がするんだけど。あの三船コーチだからよ、とんでもないトレーニングに決まってるさ。なんか酒取ってこいとか言うんじゃないの。うす、いやでけえな全員。ここのようやな。トラックが4台あるけど、俺たちに運転しろってわけじゃないよね。運転はないだろうね。さすがにこれは無理やさ。引っ張るんじゃない、押すか引っ張るんじゃない。手紙があります。船が3艘、三船コーチからのようやな。いや、どれどれ。普通に名前書けよ。このトラックを押して誰が一番力があるか決定しろとの。筋肉番付。トラックを押す。真剣あのコーチおかしいさ。誰が一番なんだろう。この中だったらやっぱ銀さんなんかな。しかし三船コーチからの指令とあればやらんわけにはいかんやろ。いやまあそうですけど、トラックを押す機会などなかなかないからな。貴重な体験や。ちょっと嬉しそうなんですけどこの人。さすが石田くん、俺も負けていられないな。嘘だろお前ら。あんもやるさ。普通になんかやる気なんだけど。うす、みんなやる気じゃん。では皆の者、いざ勝負。銀さん海岸来ちゃう。あ、すごい勝負のとこもちゃんと見せてくれる。何トントラックなんすか。タカさん、ラケットないとバーニングできないんじゃない。想像以上に重いが動かんことはない。このまま一気に行けば。やっぱ銀さんが一番力強いんかな。勝つのは氷帝です。一人だけちげえ、なんか気合の入り方がすごいな。みんなスピードを上げたぞ。だがわしも負けてはいられん。トラック対決、この銀が勝ってみせる。ちょっと待って、これここで終わるな、終わるな、終わるな。ちゃんと結果も見せてくれ。終わるな。よし。4人とも到着やったな。到着かい。ほぼ一直線だったね。すごいな。いい勝負でした。ワンが一番かと思ったのに悔しいさ。え、これどうするの、もう一回やるの。しかしトラック押しというのはなかなかええトレーニングになるな。崖登ったりトラック押したり、テニスと関係なさそうなのに。練習メニューに取り入れるか。いや、トラック準備せないけんよ。嘘でしょ。何これ。ちょっと待って、シークレットシナリオ来ましたね。ペアシナリオ、誰と誰、銀さんと誰のシナリオなんこれ。夜のクッキングタイム。なんか怪しいペアシナリオ来ましたね。また今度見てみましょう。はい、銀さんのレベル4第2話のストーリー見ていきたいと思います。またなんかちょっと面白そうなメンバーが集まってるんですけど。今日は天気もええし絶好の修行日和や。ね、滝にでも打たれるんすか。久しぶりに山へ入ってあれをするか。絶対滝に打たれるじゃんこの人。行ったら真田がいるんでしょどうせ。石田、違った。手ぬぐいを持ってどこへ行く。水掘りをしようと思うてな。水掘りって何、滝修行のこと。真田藩も手ぬぐいを持っとるが寒風摩擦か。いや、やってそう。そのつもりだったが予定変更だ。俺も同行させてくれ。滝に打たれるんですね。水掘りって滝に打たれるんですかね。共に修行に励もう。
え？はっ？ん？あ！武術！二人とも朝から精が出るな。武術の稽古か。一緒にやってるの？武術もテニスも毎日のトレーニングが基本ですから。この先特に何もないと思いますが、二人揃ってどこへ行くんです？水ゴリラをしに行くんです。水ゴリラ、身も心も清められるぞ。水掘りで通じる？俺も同行することにした。いや、めちゃくちゃ嬉しそう。水掘り、確かに心身ともにすっきりしそうですね。俺も一緒にいいでしょうか？で、そんなみんなさ、水掘りで通じるもんなん？せっかくですから私もお供しましょう。なんだこの面白メンバーで。修行仲間が増えるのは大歓迎や。とっておきの水掘りポイントに案内したる。ねえ銀さん、マジ水掘りってなんな？滝行だと思ってるんだけど違う。なんかここや。そよそよしてる。ほう、マイナスイオンたっぷりといった感じですね。え、滝じゃないの？では早速。はっ。え、おお、なんと豪快な。わからん、ちょっと待って、水掘りがわからん。石田さんが師範と呼ばれてる理由がわかる気がします。やっぱ滝に打たれるんですか？打たれてるんですか今銀さんは。この潔さ、見ているだけですっきりしますね。私たちも負けていられません。水に浸かるだけ？それとも滝に打たれるの？水掘りとは勝負するもんではないぞ。はい。冷水を浴びて身を清め、神仏に祈願するんや。決して我慢大会ではない。あ、やっぱ滝に打たれるやつね。そうですね、失礼いたしました。お、キテさんが謝罪したわ。では改めて。はぁ、キャー。なぜ気合を入れる時の声がそれなのか。くじゃこいつが一番面白かったわ。みんな気合が入っとるようやな。感心感心。オチ絶対真田だと思ったのに日吉さんだったわ。はい、銀さんのレベル4第3話見ていきたいと思います。毎回メンバーがガラッと変わるんだけど。で、この公式を使って、あとはさっき教えた通りだからわかるな。数学の勉強かな。なるほど、こうやって解くんですな。大曲さん、お気に。てかこのさ、背景もさ、初めてじゃない？こないして大曲さんに勉強を見てもろうてると、なんや、お兄さんに教わっとるような気分になってきますな。いや、もう年同じぐらいにしか見えないけど。まあ弟いるし。え、弟いるの？あ、そうなんだ。あ、だからなんかお兄ちゃんみ強いんだねこの人。どうりで私が好きなわけだ。俺も弟いますよ。あー、お兄ちゃんみあるわ。俺も。あ、お兄ちゃんみあるわ。お兄ちゃんみある人たちしかいないここ。俺たちもだよな。あ、そうだね。ああ、そうだ、あ、弟がいるっていう。え、ってかももちゃん弟いんの？そういえばここにおるメンバーはみんな弟がおるな。いや、奇跡的だね。へえ、全員兄貴か。意外なつながりがあったな。いや、大曲先輩マジ兄貴強いよね。私のお兄ちゃんになってくれませんか？そういや、お前らの弟もテニスしてるのか？銀さんの弟だってね、不動峰でしょ？わしの弟はしとりますね。弟の鉄とテニスを始めた日は今でも大切な記念日です。めっちゃいいお兄ちゃんじゃん。まあ、私そんな石田鉄くんと誕生日一緒なんですけどね。っていうことは実質石田銀は私のお兄ちゃんってことでいいかな。いいよね。そうか、いい思い出なんだし。うちの弟は来年声楽のテニス部に入る予定です。え、あ、マジそうなんだ。え、2つ差なんだ。あ、龍馬の一個下なんだね。いや、そうなんだ。そりゃ楽しみ。名前なんだったっけ？小杖くんだったっけ？
可愛い子ね。でも兄貴だから絶対に負けられないとかあるんじゃないか。なんとなくだけどさ、南くんって弟ってよりは妹がいそうじゃない。妹にめちゃくちゃ振り回されて、弟にはかっこ悪いとこ見せたくねえもんな。バネさんはなんか弟も妹もいそう。確かに鉄には情けない姿は見せられんな。いや、情けないところなんて見たことないよ。お兄ちゃん大丈夫だよ。兄として模範になるようなプレーをせんと。いや、模範ですよお兄ちゃん。なるほどな。でも練習相手が身近にいるのはちょっと羨ましいかも。あー、なるほどね。この合宿所に鉄はおらんが、もっと精進して強なって合宿が終わった時に驚かせたらなあかんな。なんで鉄いないんだよ。鉄の仰天顔が楽しみや。鉄も来いよ。まあ多分不動明は人数制限があったんでしょうね。3人まで参加ですよみたいな。なんなら立花さんは確定で、残り2人は2年生から、まあ、選んでくださいねみたいな感じで呼ばれてそう。違うんかな、どうなんだろう。個別でちゃんと名指しで呼ばれてるんかな、こういうのって。はい、議員さんのレベル4のストーリーでした。ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。